2015年、4月15日、午前、10時です、今、電ボゼの街を8時20分に出て約、1時間、40分が、経過しました。今非常に寒いです。氷が、雪が、雪の粒が、降ってきています。透明ではなく、白い、雪の塊ですね。色透明ではなく白い、雪の塊が、今降っています。非常に寒いです。前方はこのような道を歩いています。非常に、風もあって寒いです。今は神保瀬から、津倉という町に向かっています。そして津倉から先は、本日の、宿泊地、宿泊目的地であるロブジェ向かいます。約4時間から5時間のトレッキングを計画しています。早くが食べています。雑居かな、わかんない。昨日は夕食に早くステーキを食べました。結構美味しかったです。多分食べる価値があると思います。最近ちょっと風邪をひいてて疲れたので、いいものを食べようと思って、焼くの肉を食べました。チキン、いや、鶏の肉はないということです。多分この先あの丘を越えるとツクラが見えてほしい、そんな状況です。息苦しいですが頭痛はありません。以上です。